横浜スタジアムです。横浜 DeNA ベイスターズ対読売ジャイアンツ、この一戦をお送りいたします。ベイスターズの先発は左の浜口、対するジャイアンツの先発は右の山崎、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなくプレイボールです。ベイスターズピッチャーを変えてきました。ウェンデルケン降板、マウンド上は石川、今日3番手としてマウンドに上がります。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。8回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは岡本。第9球投げた、ストレート決まってストライク、伸びのあるストレート。第2球投げた、インコース、カットボール外れてボール。投球は3球目、投げた、3球目ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。追い込んでから投げました、見逃し三振。バッターは5番大城、今日4度目のバッターボックス。第1球投げました、ストライク、まずは入れてきました。第2球外角低めボール。第3球を投げました、直球ストライク、アウトローへ。追い込んでいます、追い込んで投げました、打った、流し打ち、ライナー、大城ナイスバッティングです。右バッターボックスは坂本。第1球初球空振り、少し迷ったか。投球これから2球目、内角見送ってストライク、これで追い込みました。第3球を投げました、148キロ直球、空振り三振。石川見事なピッチングです。左バッターボックスは門脇、これが4度目のバッターボックス。投げた、1球目ストレート空振り、伸びのあるストレート、投げた、追い込んでから投げた、見送ってボール。第4球を投げた、打ちました、ヒットになります。門脇いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。ランナー2人を置いて迎えるバッターは梶谷、初球空振り。第2球投げた、危ない球。第3球を投げました、外角低めいっぱいストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。追い込んで投げました、外角低めいっぱい、見逃し三振。8回の表が終わって7対0、ベイスターズ7点リードは変わりません。ジャイアンツ何としても得点を挙げたい9回です。バッター萩尾、第1球見送ってストライク、いきなり150キロ。第2球投げました、ストライク、これで追い込みました。第3球高め、空振り三振、石川ナイスピッチング。打順は1番に帰って丸。第1球投げました、カーブ見送ってストライク、1球目ストライクから。第2球投げました、ストライク、これで追い込みました。第3球を投げた、ボール。第4球は膝元へズバッと決まって見逃し三振。リプレイをご覧ください。バッターは2番吉川。ベイスターズここは何としても抑えたい場面。第1球投げた、ボール。第2球投げた、打ちました、鈍いゴロ。芝ボールを取る、アウト、試合終了。ベイスターズ完勝です。試合終了でございます。ご覧のように本日の試合は横浜 DeNA ベイスターズの勝ちでございます。勝利投手浜口、敗戦投手。さあ、本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。